どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日はサイバーパンク2077の動画になるんですけども、今日は入手して使ってみたら予想よりもはるかに強かったアイコニック武器、ちょっと読み方間違ってたら申し訳ないんですけども、ディビデッドウィースタンドという武器の入手方法や特徴をご紹介させていただきます。この武器はスマートアサルトライフルになるんですけども、使う前はまあそこまで強くはないかなって思ってたんですけども、実際に使ってみたらこれがすごく強くて、火力面だけで言うと体感平均から平均以上ぐらいかなっていう感じなんですけども、この武器はとにかく使いやすいです。まあそういった特徴なども入手方法の後にご紹介させていただきますので、よかったら最後まで見ていってください。ちなみに入手は結構簡単になります。それでは入手方法になるんですけども、こちら闘技場の愛というサイドジョブで入手することができます。このサイドジョブは自然に発生するものではなくて、発生場所に近づくことによって発生するサイドジョブになります。このサイドジョブがある場所はこちらになります。だいたいこの辺りに近づくことによってサイドジョブが発生するかと思います。そしてこの武器は闘技場の愛で入手することができる武器ではあるんですけども、その中でも入手方法が2通りあります。一つはサイドジョブを達成して報酬としてもらう方法、もう一つはこの場で敵対して全員倒してから取る方法、その2種類の方法になるんですけども、個人的にはこのサイドジョブちょっと手間がかかるような気がするので、こんな感じで敵対して取る方法がおすすめになります。ただちょっとミニマップ見ていただきたいんですが、ここ結構敵の数が多いのでご注意ください。敵対した場合は周りの敵を倒してこちらに置いてある武器を拾って入手完了です。どちらでもお好みの方法を使って入手してみてください。この武器入手時点ではおそらくレアで固定の武器だと思うんですけども、こんな感じでレジェンダリーまで強化することができますので、レジェンダリーまで強化してから使用することをお勧めします。それでは特徴になるんですけども、まずは最大で5体のターゲットを認識可能で、化学ダメージを与えて高確率で毒効果を付与することができる武器になります。自分が使用しているものの場合は毒の発生率プラス 25% のものになるんですけども、連射が効く武器になりますので、結構一瞬で状態以上付与できる印象です。そしてクリティカルダメージも結構高めの武器になりますので、火力面も全く問題ないと思います。そして個人的にこの武器がすごく使いやすいと思っている要因が大きく分けると3つあるかなと思うんですけど、まず1つは先ほどお話しさせていただいた火力面、結構高火力が出ますので問題なく敵を倒していけます。もう1つがこちらの武器の武器種、この武器はスマートアサルトライフルということでアサルトライフルになりますので、そこまで光線距離を気にすることなく戦えるっていうのも戦いやすさの1つだと思います。そして3つ目、これがかなり大きな部分になるんですけども、こちらの武器 ADS をした時のターゲットロックオン範囲がかなり広めの武器になります。なので敵がそこまで密集していなくてもまとめてロックすることができますし、武器によってはスマート武器でもロックオン範囲があんまり広くない武器だとある程度敵を画面の中央に捉える必要があると思うんですけども、この武器の場合は ADS 時のロックオン範囲がかなり横に広くなっておりますので、敵が全然画面の中央にいなくてもバシバシ弾を当てていくことが可能です。光線距離をそこまで気にする必要がなくて、ロックオン範囲も広いのでとにかく便利で、ダメージ自体も結構高めになりますので、かなり扱いやすくて強い武器だと思います。超高火力の武器というわけではないんですけども、かなり万能でいろんな状況に対応しやすい武器っていう感じですかね。ディビデッドウィースタンド、個人的にかなりおすすめな武器になりますので、ぜひ使ってみてください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。